早弁です。今日はご飯のおかず系のものを食べていきます。でね、先ほどこれ今シーズンが手に入ったのでね、それを食べるにあたって結構今までね、あちこちで買ったご飯のおかず系の瓶詰めがあるのでこれ食べてきます。ただちょっと古いのもあるので、なんとなくあれこれ食べてないじゃんと思ったらそういうことだと思ってスルーしてください。とりあえずね、食べていこうと思います。さて炊き上がりましたね、いい感じで粒も立っていますね。あ、すげえ曇っちゃうね、すぐにね。この後食べていきます。さてといただいていきましょうかね。こちらは先ほどです。以前作ったね、マシコ焼きの、茶碗に自分で、ね、作ったやつに入れております。香りだね、相変わらずね、素晴らしい。さてと何から食べるかですね。ちょっと怪しいものを先に消化していった方がいいのかなという気がしなくもない。これは置いといて、なんかねちょっと汁は出てるんじゃねこれ大丈夫っていうものがあったんで、今どれだろう。あ、へしこどうだろうな。へしこちょっといってみようか。いや、へしこはちょっとあれだな、最初から食うにはあれだなっていう、あれだなってなんだ、ものなので、落ち着いたものからいった方がいいのかな。これは辛いやつ、これも辛いやつ、そんなに辛くないやつからいこうか。のどぐろ、のどぐろのおかず味噌いってみましょう。こちらの方は島根のやつですね。赤むつだとかを使ったやつで、原材料は酒粕だとか赤物の粉末とか書いてるな。味噌、水飴ですね。ちょっとドーッとした感じでね、よし、ちょっとトロッとした感じですね。さてといただいてみましょうかね。こんな感じですね。いただきます。かなり甘みがありますね。これあんまりあれか。高い。高くすると見えねえな。結構魚粉っぽい香りがしますね。赤餅の、粉が入ってる話なので、基本的にそれが味噌と絡んで、あとちょっと甘めにね、水飴も入ってるかな。入って、あ、ご飯と一緒に食べると、魚感がかなりふわっと膨らむ感じがしますね。鹿児島の肉味噌っていうのがありますけど、やっぱり、それにちょっと近い甘さがあるんですけど、やっぱり魚の方でね、比較的あっさりと食べられるような、そんなような感じがしますね。なかなか、あ、そうだね、最後の方にやっぱり香りがまた一段とくるような、そんな感じがしますね。やっぱり地方都市の味らしく、ちょっとね甘みが効いている味ですね。これはこれで美味しい。で、魚系のものを続けていきましょうか。こちらはへしこですね。これはあれ福井県のものですね。で、基本的に越前若狭で、サバを独自にね、ぬかに漬け込んでね、長期熟成させた保存食という形になりますね。で、焼いてほぐして食べるような形、ですけどもね、その焼いたものをね、食べやすいようにほぐして瓶詰めにしましたよっていう形のようですね。米ぬか、砂糖、清酒だとかですね。だからまあ、両方ともあれですよね、日本海側なんですけれども、どうでしょうね、同じ魚を使った瓶詰めですけれども味わいはどう変わるものでしょうか。わかねえぞ。開いた。
球貝ってなんかボソボソか、開けた瞬間にぬかの香りがすごいする。ぬかの香りっていうか、うん、サバ、あのサバの香り、ぬかの香り両方きますね。うん、あ、本当にそぼろ、片身のそぼろみたいな感じだな。のどぐろ味噌はとろっとしてたけどね、こんな感じだね。うん、よし、あ、本当にほぐし身だなこれな。よし、スプーンは100均の木べらタイプでね、全部使い分けますけどもね。さて、いただいていきましょう。あ、うんうんうん、甘みはほぼないな。うん、しょっぱさは最初にガンとしてサバ感が来るより、うん、うん、サバも来るな。うん、ぬかの香りで意外とこの熟成されたあのしょっぱい香り、うん、いや東北でいうと荒巻きだけど、あのしょっぱさに近いようなね、塩で熟成された魚の味がして、うん、すげえサバだなって、ほぼサバの香りはしないかな。うんうん、ああ、うん、あ、だからやっぱり、うん、ご飯に乗せて味わうとそこからやっぱり魚感というかね、うん、そういうものを感じるかなって気がしますね。ああ、だから同じ魚を使ったものなんだけども、のどぐろ味噌とは全然味の系統が違いますね。うん、しょっぱくてこっちは、うん、酒のさ、魚にもね非常に良さそうだなって気がします。うん、いや先これうめえな。ふっくら感もあってね、うん、噛み応えもあるしいいね。うん、さてさてどうしようかな。秋田のやつをちょっと取っておこう。あ、でも辛いものアプリした方がいいのかな。東北系統で行くのか、ね、島で続けるか。うん、この辺が東北だね。島根、吉田ふるさと町、赤唐辛子のね、うん、ニンニクなんですけれども、これも島根であれだね、鷹の爪団の吉田君のふるさとだよね。吉田町って言うとね、本当にニンニクと唐辛子、食塩、あ、だけだね。潔いね。うん、行きましょう。肩、よし、おお、おお、すげえニンニクの香りがする。青唐辛子とニンニクだな、きっとな。うわ、ニンニクのちょっとこうホクホク感があるような、そんな感じの、うん、あー、すっげーニンニクの香りがする。結構乗せちゃったけど辛いかな、どうだろう。すげーニンニクの香りがして、青唐辛子の香りもするけど、主にニンニクだね、本当にね。ああ、うん、辛すぎないかなと思ったけど、あ、辛さ後から結構きますね。あ、うんうんうん、ニンニクの旨味もしっかりしてる。辛さはグッときて、うん、あ、パンチのある味だな。うん、だ、結構ニンニクもありながらも唐辛子の辛み、爽やかさがあるから、これラーメンとかにぶち込むとすげえうまそう。うん、ああ、やっぱり、うん、塩だけの潔さが出てるね。本当にプレーンで素材を味わえるような感じで美味しい。あ、これ好きだな。うん、なんだかんだ言ってこういうの。あ、南国の夜のマグカップでね、
こっちも吐き出さないとね、パーカーなんですけどね、森谷さん曰くダサいダサいと言っているパーカーですけどね。で、なかなかこれは美味しいぞ。うん、ではでは、それで東北方面に行くかな。一旦鹿児島行くかな。これ辛いのが続くとあれだな、うん、東北行くか。東北、こちらエゴマの葉味噌ですね。これは会津若松じゃなかったかな。エゴマの葉味噌、砂糖塩などでね、やっぱり会津町、会津町だね、うん、のエゴマの味噌です。買った。開いた。お、これは最初のあれだね、うん、のどぐろ味噌と似たような感じで、そこまで白っぽくないけど、うん、ちょっとエゴマの肌とかそういうのが結構ドンと入ってる感じですね。うん、だけどエゴマのフレッシュさがあるな。うん、おお、うん、エゴマの存在感が結構半端なくって、味噌の風味もいいな。うん、で甘さはそこまで感じないところですね。あ、これ、うん、結構ね、あのパンチは控えめだけれども、ご飯の美味しさを味わうにはこれはいいかもしれない。うん、この中で今の中だとご飯の当てっていうことだと一番好きかもしれないな。うん、うん、うまいうまい。さてさてと、うん、いやいやいや、美味しかった美味しかった。でご飯もね2杯目継ぎました。うん、とりあえずね2号炊いてるんだけどもね、これで2号がなくなってしまいます。うん、ということで今折り返し地点かな、ほぼね、うん、合計9かったので、ここでね、うん、ちょっと東北方面をずっと行こうかなと思ったんだけれども、先にこの際物行きましょうか。ただこれは太古の XO じゃんというのと、これは何だっけ、イナゴのラー油あるのか、これもちょっとねやっていこうかなと思うんだよね。イナゴラー油先行こうかな。これは思いっきりあれだな、あ、冒険料理って書いてるね、中国だけど、もともと中国から輸入のもんだけどね、新鮮昆虫とか書いてあるけどね、ここかな、うん、よくわかりませんけれどもね、一応日本語でレシピも書いてあって、サラダオイル、ごま油、野菜、香辛料、イナゴ、ニンニク、コチュジャンだとかも書いてるね、あとお酢、砂糖、塩、まあ、行こうか。結構簡単に開いたのが不吉だな。だけど一番これが最近買ったやつだから、瓶詰めとして鮮度はいいと思うよな。うん、ちょっと待てよな、これな、イナゴのラー油で、なんだろうこれ、異物感が半端ないね、今まで食べてきた日本のやつに比べると。なんだこれは、なんだんだこれは、よくわからんぞ、なんかよくわからない、うん、固形物に、なんだこれ、なんなんだこれは。この黒いのがイナゴだと思うんだけど、この黒じゃないところは何なんだろう、これ。これはネギとかなのか、ひょっとしたら。だからこの黒のところがイナゴだと思うから、このイナゴを食えってことなのか、基本的には。なんかよくわからんな。うん、まあなんだろう。なんて書いてんだ。野菜、玉ねぎ、えのき、ああ、玉ねぎ、えのきだとかって書いてるから、玉ねぎやえのきだとかはこの黒じゃないところだと思うかな、きっとな。うん。ということで、これを、食べていってみましょう。イナゴラー油。
単体で食べるけど、油が染みて、イナゴの味は、ちょっと殻が硬いな。噛みしぎるとイナゴの味はする感じ。で、香味油とね、野菜の油の、香りと味が結構強いなって感じだな。だからそんなにあの、なんだろう、癖が強いとかそんな感じはしないですね。で、カイコ、防腐剤は入ってませんって書いてんな。新鮮昆虫、サラダ油、カイコ、タラ、ベーコン、ブランデーとか書いてるな。紹興酒、ニンニク、唐辛子、まあいいや、食べてみよう。またまたこれがようわからんビジュアルですね。これもやっぱあのいろいろ野菜とか入ってるからなんだろうな。これのこのなんだわかるかな、このなんかちょっと固形物、これがカイコだろうね。これなんか思いっきりカイコだね。ブロガになっちゃうのかな、食べ物だからあんま怒んないでくださいね。これがカイコです。よしよし、結構カイコの方がゴロゴロ虫が入ってるって感じがしますね。いただいていきましょう。虫感がすごいね。虫だね。これは虫の味だわ。なんていうのかな。幼虫の内臓っていうのがね、やっぱり特徴的な味がするんですよね。一種のちょっと、若干夏っぽいような味もしながら、やっぱりね、なんだろうな、昆虫ならではの、だから説明になってないんだよな、昆虫ならではの味っていうのはね。ただね、多分なんだろう、子供の頃虫を取ったことがある人たちはね、こう虫手に触ってなんだかんだ言ってこの手についてる虫の匂いとかも嗅いでると思うのでわかるかもしれませんけど、まあその匂いを食ったような味ですね。だから多分その頃の記憶を思い返してその匂いのものを食べたらこんな味だろうなっていう味がしますね。腹はね、そんなに硬くない。で、中からやっぱりあの幼虫の柔らかい内臓系のタンパク質の味がして、ただね、泥臭いとかそういうのはないですね。あと桑の葉を食べるわけですけど、その桑の葉のね、緑の成分がギュッと縮まったような味もしなくて、割と本当にプレーンな、タンパク質の味がするっていうのかな、そんな感じがしますね。ということで続けていきましょう。どうしよう。これも辛いんだよな。辛いの先行きましょうか。これは鹿児島、角板の黒、食べる黒酢っていうのがあるんですけどね、通常の黒酢とこの辛いやつ2種類あるんですよね。で、結構鹿児島だとスーパーとかでも売ってるかな。ちょいちょい鹿児島にいた時はね、買って食べたりもしていたんですけども、久しぶりですね。後輩くんから、ちょっと会社辞めちゃって後輩くんからお世話になりましたってもらったものなんですけれどもね。
いただいていきましょう。蓋の裏に結構ついてますな。これをちょっとこそで取って、中身はこんな感じ。まあ黒酢だから黒いよね、うん、だから最初に出てきたあのね、のどぐろ味噌とちょっとビジュアルは似てますよね、うん、まあこれをいただいていきましょうかね。懐かしい味はするな、うん、まあ、黒酢なのでね、あの酢の尖った匂いはするわけじゃなくて、うん、柔らかい丸い味がしてね、うん、うん、ちょっとねほんのり酸味と甘みがくるような感じで、激辛ってなってるけどそんな辛くねえな、うん、美味しい美味しい、うん、これはもうちょっとね懐かしさを、うん、郷愁を感じるような味ですね、私にとっては。うん、いや、高いというのはこういうのもね、うん、鹿児島ならではの味なのかもしれないな。意外と他では、うん、食べられない南国の味っていうかね、そういう感じもしますよね、うん、やっぱり東北にいるとこういう味とでも遭遇率っていうのはかなり低いなっていう気がします。うん、あの東北もこうね醸す文化なんだけれども、うん、味わいがやっぱりちょっと根本的に違う気がしますよね、うん、あのそうだな、だから考えてみればお酢っていうとあんまりお酢文化じゃないもんな。そっちかっていうと醤油や味噌の醸造っていうのはあるけど、あんまりお酢を使った料理って東北そんなに、そんなないわけじゃないけどね、うん、感じがするけど、うん、やっぱりあの南の文化に根ざしたね味なんですよね、うん、美味しい。で続きまして、これ大沼だねの神楽辛っぽい、ということでね、こちらの方ですけれども、神楽ナンバー、かぼちゃのことなのかな、うん、それを唐辛子漬けにしたやつだったような気がする、そういう説明だった気がする、当時買った時は。よく覚えてみね、真っ赤っか、今日一番の真っ赤だね。あー、ちょっと辛い香りがするな。おう、あ、島根のあの唐辛子ニンニクとはまた全然違うな。キリッと辛さがあって、うん、塩分もやっぱ強めなんだな、あの雪が降るエリアだから。だから結構塩味のザクッとくるようなあの刺激と、爽やかながらちょっと辛い辛さがあるんだけれども、ちょっとそれもね、単純なあの南の南方の料理に入っている唐辛子の辛さに比べればマイルド、そんな感じがしますね。はい、最後に白神ネギとね、比内地鶏の鶏肉しょうそぼろニンニク醤油をいただきましょう。これは割と最近買ったやつ、うん、これはどっから剥がせばいいんだ。ああ、テープ剥がれた。よいしょ。本当にこれ、ああ、すげえいい香りがすんな。うん。これが、ごま油、砂糖、ニンニク、長ネギ、玉ねぎ、加糖エキス、比内地鶏のそぼろだとかね、あとそういうものとか入ってる形ですね、うん、
ちょっとコンフィみたいな感じなのかな。コンフィって言ったらちょっと違うか。ちょっとこう油につけてあるようなね、そんな感じで肉のそぼろ美味しそう。さていただいていきましょう。もう、うまい。うんうんうん。これネギとね、鶏の香りとうまみがすごい詰まっていて、で、うん、油もこれ5枚って書いてたっけ？うん、あ、5枚だからしつこいあのごまの香りをするわけじゃなくて、割と、あ、まあごまの香りもするか、うん、いや比較的プレーンに味わえるようなごまでね、素直にこのネギ、白神ネギなのかな、うん、と肉の味っていうのをね、しっかり味わえるような形の構成になってるね。うん、これ美味しいな。もう最後の最後に来てこれが一番うまいかもしれない。うん、ということでね、まあいろいろ食べてきましたけれどもね、それぞれあの各地のご飯のおかず美味しかったですね。それにやっぱりね、あの先っぽで、うん、これね、あの粒感も立っていてね、あの噛み応えもありの、うん、あのふっくら感もありので美味しかったですね。ということでね、まあ、この辺のご飯のおかずは、今日以降もね、毎朝ちょっとね、少しずつつまみながら食べていこうと思います。以上、アメンでした。ご視聴ありがとうございました。ヘブラン。